これさ、うん、このパンツ、うん、買ったんですよ。はい。これユニクロなんですけど、うん、感動パンツって書いてあった。感動？感動パンツっていう名称や。感動ってあの感動？うん、あのめっちゃ感動するの。感動する。うわすごいって。何がすごい？感動した？感動するな。何がすごい？あの硬そうやろ、うん、でもすごい伸縮性あるの。あ、柔らかい。柔らかいで軽い。素材なんの？あ、こういうやつや。そう、ちょっと伸びんねん。ユニクロすごないですか？いや、ユニクロすごい。すごない？ユニクロすごいよ。感動パンツって書いててすっげえハードル上げてんなと思って、うん、まあ買うわな、安いから1枚、うん、3900円やし、うん、履くわな、感動するわな、すんねん、言うわな、感動パンツって。いや、ユニクロってすごい。すごないちょっと。ユニクロってすごい。だってもうあれやろ、アジア行ったらもうハイブランドみたいなもんやろ。あ、そうなの。ユニクロってだって並んで買うレベルやろ。だって生地もええし。いや、ほんま、なん安いやん。安いで、安くていいから。いや、これすごい。いや、ほんでなんかさ、あのちょっとびっくりさすやつ多ない？おいおい、ヒートテックもそうや。あの年に2回ぐらいはユニクロにびっくりさせられてる気がする。ウルトラライトダウンもそうやん、はい、ね、なんかびっくりさせちゃおるやん、いつも。いや、これすごいわ。いや、俺な、やっぱな、そのパンツとかもさ、安いやん。安いで、クオリティめっちゃ高ない。はい、高い。ユニクロってだってな、俺去年、うん、ゴルフ用に半パン買ってん、ユニクロで、うん、1枚な、うん、俺良すぎて全色買ったからな。ああ、分かるよ。俺だってこれ黒棒1枚と、うん、あのネイビー1枚買ったもん。そうやろ、感動しちゃって。それでも1万円いったかな。1万ちょっとやからね、3枚買って。そうやで、俺マジで去年全色買ったから。いや、これ考えてる人誰なんやろ。社長ちゃうん？いや、社長ももちろんまあ考えるんやろうけど。いや、もう年に2回ぐらいコンスタントにびっくりさせられるって、うん、ないよ。ないよ、服で。うん、いや、企業としても、うん、いや、すごいで。ユニクロってマジですごいと思うよ。